JR 東海はリニアの工事に伴い山梨側に流出する水について湧き出た水を汲み上げ1年以上かけて戻す案と上流の田代ダムの取水を流出する水と同じ量を抑える案を示しました。湧き出た水を掘削後に戻す案について川勝知事は水質や水脈それに生態系に影響があるとして受け入れられない考えを示しました。湧水を掘削後に戻すというのは量だけの問題ではなくて水質の問題があると、それから残土の問題が、これがこの安全であるかどうかという問題があると、それから水脈が戻るということについての懸念が大きいと、そしてまた生態系への影響、悪影響が確実にあると。また田代ダムの取水を抑制する案について人の水利権を奪う乱暴な議論だとした上で、今回の JR の提案を受けて掘削時に出る水を戻すことができないことが明らかになったと述べました。ただ県の専門部会での検討は進める方針です。